金がなんぼでもあればいいんだけど、お金がもったいないんだったら新築じゃなくて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は、はい、中古住宅のメリットについて話したいと思います。はい、あ、よくいただく質問ですね。新築と中古住宅迷われてる方いっぱいいるんじゃないでしょうか。はい。じゃあ今日はですね、中古住宅のメリットについて3つお話したいと思います。リセールバリュー、欠陥住宅、住みたい街で暮らせる、この3つについてお話ししたいと思います。まずはリセールバリュー。ダダン。リセールバリューって聞いたことあります？ないですかね。買った時と売る時の値段が、なんですかね、こう差があんまり開かないもの、買うとお金が貯まるよっていうお話です。はい、なんかお金がもったいないから家を建てるみたいな方よくいらっしゃるんですよ。はい、で新築を建てると、お金がもったいないんだったら新築じゃなくて中古です。なるほど。お金に皆さん限りがあると思うので、予算が一緒であればっていう話をします。新築ってまあ大体利益率でいうと、あの公務店 25% ぐらいなんですよ。 20% から 25% ぐらい。なんで買った瞬間に、人が住んだ瞬間に原価で取引されるんですよね。だから1000万のお家は800万円で、それで30年ぐらいかけて0円になります。土地代は大体一定というか、ちょっと今上がったりしてるんですけど、あんまり変わりません。ってことは、新築建てると30万、土地代1000万、上物2000万って3000万で買った土地と建物、30年後には1000万円になります。中古の場合、土地建物がついてて30年経過したお家は1000万円で買えたりするんですよね。3000万総予算かけたやつが1000万円で買えたりします。なので最初から、時間が経過したお家を建てば、買えば、また手放す時が来たとしても、またそのちょっと家をメンテナンスすれば長持ちするので、お家っていうのは原価償却しきったものを購入すると、また売る時も同じ価格でぐらいで売れるので、貯金してるようなイメージなんで、資産っていうのは流出が防げますよね。はい、ライフプランとか最近流行ってるけど、ああいうあの資産形状がされてないですもんね。あの土地とか建物っていうのはですね、現金化できる資産を持っておくっていうイメージでは中古の方がいいのかなと。いいですか。あ、すいません。2つ目、欠陥住宅。はい、欠陥住宅、欠陥が怖いから中古ってどうなのみたいな、中古ってなんかあれじゃんって怖いみたいな、怖いみたいな言う方多いんですけど、中古の場合は専門のホームインスペクションとか住宅診断を入れれば欠陥があるかどうかって分かります。でも新築の場合は今から形がまだ立ってないものを買ってから作るわけですよね。あ、なるほどね。はい、だから目に見えません。買って立って10年後ぐらいに初めて欠陥があるかどうか分かります。 それがあなたたちが恐れている欠陥住宅、はい、住宅。お前が言うんかい。欠陥住宅に住みたいと思ってるでしょ。あなたたちが建てる家も欠陥住宅になるかもしれません。落とし落とし。ってことはもう欠陥住宅が分かってる。すげえあなたベラベラ喋るね。その通りです。その通りなんですよ。はい、なんで、まだ見えるだけ中古の方が欠陥かどうかっていうのも分かりやすいですよね。だから欠陥住宅を選ばないっていう選択肢が、中古の場合はできるけど、新築の場合にはできて初めて分かるんで、宝くじみたいな、頼むところ間違えたら、うわーいたー、頼む大工さんが間違えた、工務が間違えた、設計が間違えた、まあ運ですね、新築の場合は。はい、っていうことがございます。なんでまだ立ってる分見れるからいいんじゃないかなっていうメリットですね。そこ2つ目。はい、3つ目、住みたい街で暮らせる。はい、新築を建てる時の宮崎県の大体の平均金額、土地からの場合3300万円、土地があって、まあ、親が持ってたとかですね、家だけの場合2700万から800万円らしいです。ネットで調べたら出てきます。
で、どうしてもこう自分たちの希望する町で暮らそうとすると土地代高くないですか、なんか、うん、1000万の1500万とか、はい、家建たなくなってきてエリアずらすみたいな、うん、なってきますよね、はい、どうしてもなるんですよ、そうやって。で、中古の場合って住みたい、な、例えば3300万の中古買ったら相当いいやつきます。エリアも立地も良くて、家もちょうどいいみたいな、はい、っていうことです。私は、はい、総予算が同じであれば中古の方がいいところの立地で資産も流出も防げて暮らせますよっていう、はい。はい、それでは今回の話を聞いていただいていいなと思ったらいいねボタンとコメント、あとインスタグラム個人で高弘浜砂で検索してください。で、フォローよろしくお願いします。